はい、今日は超コンパクトなガチャガチャを2つくっつけて作ってみました。まずお金がこのレゴ専用のお金しか入りません。そして今は振っても出てきません。そして周りがこのようになっています。これは取れそうなんですけどくっついていて取れません。そしてここはここにこの2つをくっつけるものです。で、一回やってみましょう。ハンドルは今は回れません。しかし、このお金をまずここに入れます。そうすると、カチャッと言います。そして、これを右回しに回すと、これを右回しにします。いきますよ。これを、ちょっと待ってください。お金はこの後ろから取ります。はい。じゃあ、右回しに回すと、商品が出てきます。そして、今は、もう、これは、もう売り切れの状態です。今はもう回ります。こっちもやっていきたいと思います。はい。で、こっちはこのお金を入れます。はい。それで、これで OK です。そしてこれで右回しに回すと、商品が出てきます。商品ですね、こう。で、仕組みやります。仕組みは、ここを取らないと思います。だからここをこういうふうに取ります。はい。でやっていきたいと思います。仕組みはここから開ければ簡単にいけます。ここからね取れば OK です。仕組みがこのようになっていました。ここにビー玉が一つありました。ここにね。でこのままこうなっていて。くっついていました。こっちも同じようにこの中に入ってくっついていました。はい、このように。で、まずこっちからやっていきます。で、これを刺してたので、ここはもうこのままになっていて、ここはこのままでは、ハンドルは回りません。はい、回りません。しかし、ここにお金を入れると、こうなって押されて、こうなります。そして、お金をここから取り出して、あとは、このハンドルを右回しにすると、商品が出てくるという仕組み。そして、ここには坂を使っています。ちょっとくらいですね。で、もうお金は出てない状態はもうくるくる回ります。はい。最初のように戻したいと。はい、これで OK です。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。あとリクエストもお願いします。コメントもお願いします。また見てね。バイバイ。